まあ、誰でも外から打てるというのは群馬の魅力ですが、ホテルタッチダウンパスいった、いいディフェンス、ニュービルボールを奪って比江島、エドワーズアウトナンバー、ホテル、エドワーズがスクリーンをかけるふりをしてゴールにダイブしていく、これをスリップと言いますが、その後ろからエンド、スリーか何か見てみたいところですが、エンド、フラクシー、群馬タイムアウトです。早速この村岸のこの機動力が見えました。ダブルチームの裏、ホトゥー、比江島の方に顔を向けてボールが出ないようにするディナイを仕掛けていますが、その裏うまくこの辻をかわしました。比江島、ペイントの角のあたり、これをエルボーというんですが、その近くからのミドルショット決まらず、そしてニュービルスピードを上げて渡辺だ、渡辺最初のスリーどうか、来た、群馬タイムアウトです。宇都宮スリー3連発、竹内に対して野本、そして遠藤と橋村あれんですが、遠藤駆け引きをしながらステップ踏みながら外に出してニュービルディフェンスさばいてスリーどうか、来た、この後宇都宮2人出ます、ワイドオープンです、遠藤コーナー3来た、ここですよ、パーカーと八村ダブルチームが行きましたが、渡辺3どうか、2本目は来た、止まらなくなってきた、使い切ってシュートを打ちたいところ、宇都宮渡辺3本目が来た、ナメタイムだ、ホテルの3なんですが、比江島カバー、フリッピンに勝って、そして渡辺4本目が来るか、来た、比江島のことのアシスト、鍋タイム、鍋タイム継続、ここはジョーンズですが、スリーでフェイクでアタックですが、エドワーズの手に当たっています、これも走っています、うわー、通した、ホトゥー、タッチダウンパスです、なんていうパスだ、光が誠治、そしてベンティル、まだある、まだある、まだある、スティール、4対2のアタックになる、渡辺だ、打つ、5本目が、いやー、止まらない渡辺裕典、鍋タイム継続中、遠藤右、ジェレット左、ホトゥーのピックを使いながらフリッピンついている、ステップ合わせる、ジェレット外、遠藤空いた、来た、ジェレット、これいきますね、ジェレット対サイズ、あー強い、うわー、ファイブファウル、ここですね、さあここは比江島が打っていく、決めた、これを決めました、ファールはないのかと、ドライブスルーで入っていったんでね、うまく、エドワーズ、ニュービルからエドワーズ、そうピックメインデル、落ちた、ここも落ちた、さあ走ってますね、比江島が前、うまいですね、比江島今飛んでたらファールになるんでね、ポトゥー下からエンドアウトだ、ポトゥー、おーダブルチームいった、あいいですね、フリッツでいってポトゥーです、さあアフタータイムアウト、エディオット大阪部は大丈夫か、奪った比江島、さあ比江島レイアップです、タイムアウト明けでターンオーバーからレイアップ、前がグダイキス、ニュービル対グダイキス、ニュービルが行く、ニュービルが行く、エンワー、スピードミスマッチを使ってからうまく作りましたね、これはね、きましたね、ニュービル、ニュービルが下、ジェレット、そしてエドワーズ、おーエドワーズが決めた、ボールはイパールが、ニュービルに対してはかなり近くに注意点ですけど、ね、はい、他はボールを見ながらですね、下から比江島守って、しかしエドワーズ、あー、バスケットカウント、比江島対橋本、オフェルスのグライツ、比江島決めた、この間が分かれましたね今ね、そしてジェネットがピック、ゴースト、ニュービル離してエドワーズ、エドワーズ
バスケットカウント、ギャビン・エドワーズ時代スリーピック、フォトゥが手を出す、奪った、さあニュービルだ、フォトゥはうまくメインデルと間に体を入れました、タイムアウト、ハイピック、テーブス中に行って、あーここはエドワーズが奪った、そして走っているニュービル、ニュービル行った、高島このパスが、ギャビン・エドワーズシュートが入りました、これでエンドワン、そしておっと上沢弾くような動きはギャビン・エドワーズ、宇都宮ボールを奪いました、 DJ ニュービル決めていきました、ここは DJ ニュービル最後落ち着いて決めていったという中でタイムアウト、広島その比江島に渡して、比江島には山崎亮、フォトゥの壁を越えていって比江島のステップ、エンドワン、勢いが出てきた宇都宮、まあ、しかもシューター陣がみんな1本目を決めているという、お渡辺2本目が、おあ遠藤です、遠藤2本目、いないユニットですよね、はい、合わせたジェレット、この後のディフェンスロボット頑張りたい、ここワンストップできればですが、ニュービルタップしたフォトゥ、ファールアンでエンドアンになります、パトスコットのピック、ジェレットついていく、スイッチした、ティラオアタック、ジェレットファールなし、ティラオここからでもスリーがあります、渡辺ついていく、ここがアタックに切り替える、ブロックしたジェレット、悪ければショットクロック残ってもなる、ジェレットファールあった、エンドアンです、エンドアンです、スカイプレーで、しかもバスケットカウント、ロボットゾーン継続です、しけ打ってくる、きたいや今守り、それから攻めにいいプレー出ましたね、ビッグマンに挟まれながら、その村岸スリーどうでしょう、来ました、そして特別指定に入った、村岸すごい高さですね、インサイドフォトゥ、ダブルチームに行く、そしてインベック入ってきた、イカルガ、遠藤ここもスイッチした、外から打ってきた、遠藤は来ませんが、あここもか、インベック、そしてバスケットカウント、ボディコンタクトありましたが、そのまま流しています、ニュービル、うわファイルになってる、あこれがバスケットカウントになりました、ここもやはりフィジカルの差を生かして、さらにワンストップ、最後はエドワーズでした、すごいスピンムーブでした、菊池がスポーツレクトラパス、遠藤からうわーいパス、前にフランクスです、ニュービル下がると見せかけて、おーニュービル前から行った、ここから打ってきたか、スリーが外のシュートが来ない、うわー4サイドで飛びました、ショーン・デンスが、比江島、ニュービルともにコートに出ています、ニュービルのアタック、スイッチしてソアレスがニュービルの前、アタックする、アタックした、決め切った、これで逆転、宇都宮ここまで行く可能性が十分にあります今日のゲーム、比江島だ、オープンになる、開いた、スリーポイント来た、再び逆転、宇都宮ブラックス、ニュービルか、いないディフェンス、須田のディフェンスです、それでも中に行った、比江島フローター、これが比江島のことだ、3点、大浦キックアウト、小川ターンオーバー、いいイカルガがスルスルっと入っていってのレイアップ、素晴らしいフィニッシュでしたね、どの身長であれシュート力があるというのは価値がありますよね、はい、ターンオーバーがありました、細川間を割っていこうとしましたが、ターンオーバー、そして DJ ニュービル、いいアタックですね、はい、今ダディンスキーのブロック越し、うまいシュートでしたね、そうですね、はい、 DJ ニュービルすり抜けてアリウープ、素晴らしいですね、ダンク得意、さあ3円のスローイン、
コティ・クラークへターンオーバー。さあ DJ ニュービル、そしてフォッチュー持っていく、エンドワン。リバウンドジェレット、さあシケ、シケが持っていく、そしてフローター、決まった。ジェレットと細川ダブルチーム仕掛ける3ゲームカットしてきた、イカルがキックアウトして高島の3。ニュービル、ニュービルにアイアンスイッチしてメイテン、グラントジェレットオープンでトップからの3。オープンとミリアトップからすかさず3ポイントを決めていきました。コティクラークもディナイ、シケ、中ではギャビン、ここはミスマッチ、シケが3打ってきた。シケカイトが預けて比江島、比江島には佐々木がついていく、タクショット、よく決めましたね。いやタクショットよく決めました。やっぱりこのフリースローでもシュートタッチ上がるんですね。上がると思いますね、はい、DJ ニュービル、はい、ね、開始すぐにやり返しました。ややリズムテンポを出したい宇都宮です、はい、ですね。比江島のベースラインジャンパー、ギャビンです。ニュービル、ニュービルがずっと山内がついています。ニュービルアリウープ普段ヘッドコーチチャレンジをしろっていうようなことをクラーク選手が言ってて、はい、ニュー選手がさあ、はい、いいシュートでしたね、エンドの3、家島の3、はい、やった、いい流れでプルアップの3ポイントを進めていき、ギャビン・エドワーズ、家島先ほどは3を決めています。江島のリングアタック、比江島、いいアタックですね。比江島らしいリングアタックでしたね、はい、そうですね、はい、ファウルはありません。ニュービル、イカルがワンドリブついてからのスリー、ジェレットがパワープレーを見せました。そしてメイテンへ、メイテンブロック、ジェレットスピンムーブ、ジェレットよく決めましたね。ヒカルがデレットの3、リバウンド、ギャビン・エドワーズセカンドチャンスもいった、決まって、決まったね、オフィシャルタイムアウト、よくねじ込みました、はい、リバウンド、リバウンド、どちらだ、メイテンからもぎ取った、ここもギャビン・エドワーズがディフェンスリバウンドもぎ取りました。 DJ ニュービルトランジション3、ついに逆転ブレックス、たまらず3円タイムアウト。ニュービル、今度はジェレットスクリーン、リジェクトして入っていった、ニュービルのレイアップ、ファールはなかったか、大きなオフェンスリバウンドですね。そうですね、はい、比江島、比江島ドライブスピンムーブ預けてギャビン・エドワーズ、バスケットカウント、バスケットカウント、これは大きなエンドワン、イカルガからここで投げ入れてジェレット、さあジェレットが行く、ジェレットレイアップ、プットバック、残り 1.6 秒、 1.6 秒、まだ時間がある、さあ投げて、これが落ちて試合終了。いや素晴らしいプレーでしたね、ブレックス逆転、そして勝ち切りました。シケの3ポイント決まった、シケカイトの3、外のシュート落ちて、あーブロックはイカルが、そうですね、まあまあ出てるメンバーは高校時代からよくやってたメンバーなので、エドワーズ・アリウープ、まあ、そういった気持ち大事ですからね、はい、遠藤のスリーポイント決まった、しかもエンドワン、さすがですね、なかなか難しい体勢なんですけど、はい、竹内選手に入れますかね、はい、竹内に入れた、逆サイド開きますよ、これ、うん、このまま奥には比江島、どうせうまくターンしましたね、今内側にターンすればオリ戻りましたね、ショット選手、はい、ただ逆が開きました、高島、そうですね、決めました、そしてジェレット、ジェレットバックダウンからジェレット決めました、ナイスシュート、うまいですね、これはプッシュしてからノールック、はい、スポットからオリバーですが、ナイス、最後誰だ、スポットのピックを使って送り込んでブロック、うん、ある程度メイクしてますから、もうあとはね、おダック、素晴らしい、こ
このフィニッシュもありますか、 DJ ニュービル。その後のオフェンスです。宇都宮、遠藤相手の前に入って、おー、アリウープ。いや、遠藤選手ね、もう完全に回して、高島ドライブ、左手フィニッシュ。杉浦をかいくぐりました、はい、渡辺打ってくる、決めた、素晴らしい。ニュービルステップバックして2、フットバッ ク、ジェレット。比江島のドライブ見事でしたが、作り直します。比江島から中を切って、遠藤を流れながら、難しいシュートでしたけど、よく見ましたね。河村スリーですが、オリバーが取って、オフェンスブロック、いや、素晴らしい。ジェレット、オフェンスリバウンドがいかるが、ちょっと空いちゃいましたね、はい、もう1回ニュービル決めた。今のディフェンスをするとどうですか、この部分に関しては。おっと、オフェンスリバウンド竹内、さらに2点、スコットがダイブ、河村、オーブロック、 DJ ニュービル、ニュービル、いや、相手を下げさせてオープンを作ってきた、来てやりましたね、オンファイヤー DJ ニュービル。あれだけスリーポイント入れてますから、なりますからね、その逆をついて右に送りますが、竹内のスティール、そしてニュービル、ダンク。中山が今ディナイをかけていました。イカルが外開いた、竹内コスケ3、来ました、最初の得点竹内、いいね、はい、また比江島に熊谷ですが、潜り込む、さあここは比江島、お、安岡を出し抜く、いいターンでした。さあライスの、お、かなりタイトにいっていますが、キックアウトのパスを遠藤カット、3対2のアウトナンバー、イカルガですが、お、戻りが早い、ただコトゥカットイン、から竹内に入れます、竹内とライスナー、竹内、力強い7対0のランニングね、竹内2本目が来た、理解しました、これは大きい、本当にお手本にしたいテクニックがたくさん出ます。熊谷今度はフェイクを入れながらでしょ、ね、イカルガ、イカルガ選手すごい、比江島フェースライン際からフォトに合わせます、ファルアター、エンドになりました、バスケットカウントです。藤井まだキープしている、ファジーカス、外が相手、ウィンブッシュ、おー、ブロックした、ニュービル残っていないか、ライン割っています、外、ジェレットとロスコアレン、3秒2秒ショートコーナー、ジェレットのキープ使わない、リジェクト、スペースだった、竹内に合わせた、竹内のベースラインのアタックでした、打たせませんでした。そしてニュービル、また竹内ショートコーナー、ニュービル、ホトゥ、ポストアップでいくか、ヒース、その上を行きました、ホトゥです、ニュービル、渡辺がいた、スリードか、来た、なんとか流れをつないだ渡辺の3、はい、渡辺選手決めるとやっぱここは沸きますね、はい、ニュービル、竹内はピックをかけず、7秒で竹内ここにいた、ピックアンドポップだ、いや、来た、ジェレット、ニュービル、竹内、遠藤、そして渡辺、3本目は来た、鍋タイム始まりましたね、その竹内が遅れて入ってくるのを待ちます。で、比江島と能見、ベースライン側ターンをしてフックショット、さあ詰めてきましたね、個人技で持っていきます、飯田が今しっかりとついています、ホトゥのピック打つしかない、おー、これがタフショット決まった、渡辺3本目ミラクルショット、さあ藤井が必要なチェックに行っている、ニュービルが打ってきた、ファルアター、エンドワン、渡辺選手も煽ってますね、
宇都宮逆転成功。まだ中に入れない宇都宮、ニュービルディフェンス下げてスリーが来た。川崎タイムアウトです。いや、さっきあのエンドワン決めたとこと同じポジションですね。やり返したニュービル、これで17点。今度は比江島のピック、6秒5秒比江島とヒーススイッチしている川崎、外に出て遠藤最初のスリーどうでしょう、来ました。フルチームの裏、フォトゥアタックに切り替えたヒースの前、ニュービルコーナースリーどうか、来ました。これは今フォトゥにダブルチームが行った裏ですね。そうですね、はい、長谷川がついていて、ニュービル、比江島、長谷川を退けてスリーが来ました。長谷川がヘルプに行った、はい、のゼロ。遠藤2本目は来ました。川崎タイムアウトです。2本目のスリーが来た遠藤、セレブレーション。遠藤また打ってきた、3本目遠藤スペシャル来ました、3の3。川崎はまだ3成功なし、比江島アタック、フォトゥアタック、2人がファウルだった、エンドワンです。今のところ2点を積み重ねている川崎。おっと高島ちょっとファンブルしたが、ジェネット拾い直して竹内ミドルショット、エルボーポストになります。ジェネットから高島、大野に激しくいっている。高島フリースローラインからジャンパーです。から出てきているメンバーはギアを上げているという川崎。ニュービルとフォトゥのトゥーメン、そして遠藤、竹内に入れてきますが、トップの位置にニュービル、ゴール下フォトゥ、遠藤3どうか、来ました、4本目。2ポゼッションを置きます。ニュービルはそのまま行った。今テクニックありましたね。高島右のコーナーです。竹内右のウィング、ニュービル打ってきた、来ました。ファジーカスがついていきました、比江島ファジーカス抜いた、外高島スリーどうか、来たー。あと藤井初めてスリーを決めました。比江島やり返すか、やり返しました。あー、セレブレーション、藤井の方に向かってやったような感じ。もう一回比江島、ファジーカスがショー気味に行きますが、ストップ、ジャンプショット。特に左からあんまり来てなかったんですが、ただ右からはかなり今日また強かったんですが、フォトゥー7秒、ロスコアレン、ピックからスリーは打てない、中に送り込んできた、フォローしてブロックしたジェネット、ロスコアレンの見えない後ろから、疲れてくるとシュートが短くなってくるという傾向がありますが、比江島とのみ動きながらのショートコーナー、ファウルだった、バスケットアウトです。対戦に来るのを読んでましたね。ニュービル、宇都宮サイドコーナー、比江島ファウルあった、またバスケットアウト。いやいやゾーン気味に守っています。宇都宮、篠山と高島、篠山ブロック、まあ、でもジェネット拾う、これファウルなしです、はい、高島が戻ってきました。比江島は左のコーナーですが、これニュービル自分で解決が、比江島左のウィンからのスリーが来た、セレブレーション、川崎タイムアウトです。その比江島が、おー、藤井激しいディフェンス、3秒、2秒、1秒、ニュービル来た、ニュービルもセレブレーション。曲芸のような血を這うようなまさにドリブルから比江島、藤井にポストからミドルショット、テクニックのあるミドルショットでした。まだお互いタイムアウトは2回ずつあります。比江島からジェレット、おー、ファジーカスかわす、あー、ファンサー、うん、さあどうする、2点を狙うか3点を狙うか、12秒、おっと竹内スティール、あとはもう時間を稼ぎます、これをファールをします。なんと竹内が後ろから入ってきてのスティールでした。
セカンドチャンスです。ニュービルキックアウトパス、今度は遠藤がスリーポイント、あーこれは綺麗に沈めてきました。ジェレット、あーそしてディープスリー、ガーディーチェ、ニュービルらしいスリーポイントです。距離は関係ありません。そうですね、ニュービル、ジェレット、竹内コース、うん、コーナーを見てた遠藤がジャンプスリー、遠藤のスリーポイントも決まる。宇都宮スリーポイント2連発、遠藤のスリーポイントジャンパー取り返して、ニュービルから早い展開、渡辺もスリーポイントがあるぞ、あー渡辺どうだと渡辺ゴール下、ジェレット、はい、宇都宮はジェレットフェードアウェイ、あーいいですね、後ろに飛びながらシュート、あそして左手のレイアップでした。最後はポツーがこのボール、うん、もらってからキャッチャーのシュート、比江島、うん、今シーズンはこの形を大きくしたいと言っていたんですが、高島ちょっと手につきませんが振り切ってペイントアタックからキックアウトパス、ポツーのウィングの位置からスリーポイント、スリーポイントお返し、人をだいぶ警戒してますよね、ここもシュート警戒しないといけないですね。さあちょっと苦しいシュートだ、よく沈めてきました、ね、高島難しいシュートだと思います。水野はついています、水野ディフェンスに定評がありますが、パスよく見て高島コーナーからのスリーポイント、高島ここで第3クォーターブザー、高島の最後シュートスリーポイントで追加点を奪って第3、ここですね、そして遠藤今日は非常にいいシュートだった、コーナーなどを占めていますが、ツーポイントのエリアのところ少し開けていくと攻撃切りた、ポツ外を見ていましたが、ここは自ら、あうまい、うん、ここでオフィシャルタイムアウトに入ります。シが持っています、シケがプレッシャー、体を当てに行きます、高いハイパックネジ、ここで奪い返した、そして高島プッシュ、ジョーンズが戻りますが、ここはニージーバスケットとしていきました。いや、シケ選手が今いいアピールしましたね、まだこの位置、ディアロポトゥーとのマッチアップ、スティール、ターンオーバーのチーム立ち京都、高島一直線、うん、ミスマッチをつきます、引きが来ますからね、その合わせのプレーを非常に大事にしたいですよね。これも今日はいけると踏んだ、イカルが比江島指示を与えて、ここでジェレットを使ってのピックアンドロール、イカルがジェレット、パイント内のダンクでした。水野また中に、あ今度はジェレット打ち落としました。深型のセンター2人がいる京都、 DJ ニュービルです、あここステップバックのスリーパン、あこのステップバックスリーは鉄板です。ポトゥーからで再びでもう一度ニュービル、ここからパス、ポトゥーもらってのフローターのシュート、これはそうですね、タイムアウトを取りますね、はい、外へニュービル、あしかしディフェンスに来ます、小西入れさせない、ワンオンワンの状態から構わず打った、あそれでも決めますね、ついてるんですが前、またポトゥーとのコンビですが、ニュービル中でダイブしました、今度は流れ得点、素晴らしいです、うん、比江島に対して、あ大きなディフェンス、簡単に立ち合い、しかしディープスリー打ってきた、あここで決めるのがクラッチシューター、セレブレーション、セレブレーション出た、ここで来た、あここでスリーポイント沈めてきますか、見せますね、でフォトゥのハードショーが来てムーに起き上がります、そして竹内が奪って比江島です、今3対2のアウトナンバー、エンドあって最初のスリーどうでしょう、来ました、アナオ選手いいディフェンスでますね、ただ比江島外で開いた、10対0のランになった宇都宮、ステフェンズのリバウンドでした、そして富樫、富樫に今度は渡辺がついていますが、またムーニーをブロックした、ジェレット、ミドルシュートが一番難しいと僕は思うんで、イカルが空いていた、完全にディフェンスが今ボールサイドに寄っていました、おっとスティールした、これがイカルガのスイカ泥棒、比江島トップの位置からスリーどうか、しっかり打ち抜いてきた比江島、今日2本目のスリー成功、
藤選手確か右サイド側のスリーポイント得意なんですよね、はい、今度は左から決めてきた。今度はノーマークを作りました。ただ西村選手戻ってきたの大きいですよね。イカルガ押しのける。押し出しイカルガの勝ち。これでオフィシャルタイムアウトです。もう多分シュート2本目だと思うんですけど、はい、あの上手ですからね。フォトゥーファールあった。バスケットカウントです。ニュービル、ダブルチームいった。その裏竹内アラを飛ばしてエンドワンになった。竹内の頭脳プレー。2,3 週間前ぐらいまで、おニュービルいった。2,3 週間ぐらいでもそこは捨ててるっていう、はい、まあ、全部抑えるのは不可能ですので竹内スリーどうか。おお来ましたね。のろしが上がりましたね。すいませんね、今のが来てくれると。ニュービル速攻、ファールあった。エンドワンになりました。5秒4秒ニュービルワンオンワンで勝負。スリーきた。得意なプレーですね。7秒。フォトゥースクリーンにはいかない。フォトゥー、フォトゥー、竹内残しているコーナースリー。ピンチを救った竹内康介のコーナースリー。そしてフォトゥーがよく残しました。そこに選手が駆け寄ります。富樫対比江島になるのか。比江島フェイク入れない。ファールアップエンドワンになった。イカルガと富樫ターンしながら外出して比江島ディフェンスさばいてスリーどうか。これでオフィシャルタイムアウトです。連続の3点プレーになりました。ここもまず蹴り替えて守りましょう。はい、ジェッツは中比江島一本で比江島走ります。そして入ろう。フォトゥー、あー千葉タイムアウトかけます。でフックスが行っているんですが、イカルがボールを離さない。遠藤コーナースリーどうか。完璧なオフェンスでしたね今のは。遠藤スリーどうでしょうか。2本目来ました。イカルが、イカルがと安藤ちょっと長いところですが、高島のドライブ。いや高島選手のドライブ非常にいいですよね。まだ安藤は無得点。今度はイカルが早く行きます。白浜をほどいてジェネット空いたスリードーカー、はいね、はい、やはり島根はねこうゆっくりしたブレオスペースありますが、ジェネット、イカルが、イカルが飛びほど、イカルがアタック。いい形でしたね、はい、フィードゴールは2分の0。ジェネットからフォトゥーゴール下にいました。のピック、ここも激しい。遠藤空いたスリーどうか。そうですね、これ遠藤選手の得意なプレーですよね。あ、遠藤選手、遠藤出てきた。3本目が来た。島根タイムアウトです。はい、ドロップというのはもう低く下がるという守り方です。前に出るのがショー、下がるのがドロップですね、はい、比江島、比江島ジェネット浮かった。リップしました。比江島からジェネットのプレーでした。スカイプレー、フォトゥー選手のディフェンス良かったですね。安藤、ここから行かな い, 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 いイカルが1秒打てない。今日はスリーのアテンプトも今11分の1、7秒でニュービル、フォトゥーのピックを使ってニュービル打ってきた。トップの位置からさすが。今度は渡辺宏典が右のコーナーに変わりました。ニュービル振りほどく、谷口合わせる。そして竹内ファウルアッター、エンドワンになった。ここも竹内康介がいた。5秒でニュービル、ニュービルに今度は谷口の壁ですが、遠目から打ってきた。これが決まる。ニュービル、島根はゾーン気味かマンツーマンか。安藤、そしてジェネットに放り込みますが、あーファールあった。エンドワンになった。今タイミングが合わなくてジェネットがジャンプし直したんですが、逆にエンドワンになりました。あーちょっと前に出ましたね、ニュービル選手が。ニュービル飛びフォード、
どうするか5秒で打ってきました。超えるニュービル。なんでしたら24秒もう打たなくてもいいぐらい。おジェレット、比江島からジェレット2回目。線が飛びますね、やっぱり。リーグ戦今シーズン初得点。ただポール・ヘナイヘッドコーチが今まだアンパイアに、ああ2本です。そしてすぐにディフェンスに戻る田臥勇太。ちょっと中がごちゃごちゃしていますが、遠藤がオフボールのピックから出てきて、ビビフォード押しのけて流れながら決めました。そして比江島出てきますが安藤ついている。今度は竹内康介のピック、いや逆方向いった、リジェクトでニュービル、竹内合わせる。ただイカルがニック・ケイのピック、打たせないですね、安藤選手に。攻防が激しかったように、ハッサン・マーティンのピックからトゥーメンゲーム、ハッサン・マーティンブロック、ジェレット。ニュービルロングトゥーになります。ただ決め切りました。今日ロングトゥー2本目。ビフォード今ファール3つ。イカルが踏み込んで浮かせる、竹内、ビフォードヘルプで使う裏、ジェレット。そうですね、ブレックスの方がミスマッチうまくつきましたね、今、はい、いいですね。これはカツイオーク真上から叩いた、ジェット願います。こちら比江島のスリー2本目きました。そうですね、2分の2。イカルが強いですね、強いですね。開いた、ムヤキシ、スリー、来ました。1本目から決めてきました、ムヤキシ渡る。ニュービルです。ニュービルに対してここドンキ引き剥がして、さあ来るか、ジェレット来ましたね。このパスは通らない。しかしもう一度宇都宮、ムヤキシ2本目来るか、スリー来ました、2分の2。これで村木氏は6得点ということになりますんで、キャリアハイ。上を通してジェレット、ジェレット背中で押していく、打たないで村木氏、また得点を重ねてきたこの26歳ルーキー。ここはイカルガとドンリー。さあジェレットの3本目来るか、来ました、来ましたね、入ってますね、3本目飛ばして上がれません。比江島の下がりながらのフェイダーウェイシュート、ね、比江島が運んできます。ホトゥ、遠藤が少し距離がありますが来ました、遠藤2本目。2本目ですね、まあ、39% ね、今シーズン。そうですか、匂いがしてますよね。なるほどなるほど、はい、渡辺から外回してニュービル、ニュービルの前に星野がいる。ここから打っていき、ニュービルスリー来た、やはりリングには当たっていない、これは落ちた。さあ早い攻撃を仕掛けてくるか、比江島がもらっている、比江島がジェレット、やり返した、ダンク。これも迫力ありましたね。これが来るとね本当に面白いんですけどね、はい、昨日は前半終了間際に石川海斗のスリーポイントがありましたが、その1本だけでした。ジェレットに対してファールありました。ショットクロック10秒切ります。比江島に星野、比江島のシュート、バスケットカウントエンドワン。マッツが運んでいる、さあ、あった、失った、これは良くない。ニュービルの時だ、しかもファール、バスケットカウントエンドワン。おお、回収したシケ。シケが自分で行く。いいアタックですね。ショットクロック5秒切ります。少し距離がありますが来ました、渡辺。